男性から性別を変更した女性の精子を使って生まれた娘2人を子供として認知できるかが争われた裁判で、東京高裁は性別変更前に生まれた長女のみ認知できるとする判決を言い渡しました。このような画期的な判決が、高裁の方で出るとは考えてなかったというのもありますので。訴状などによりますと、40代の女性は性別適合手術を受け、2018年11月に法的に男性から性別変更しました。凍結保存していた精子で、パートナーがその数ヶ月前長女を出産し、2020年に次女を出産していましたが、自治体は女性と娘2人の親子の認知届を受理しませんでした。そこでパートナーがあえて娘2人を原告、女性を被告として3人の親子認知を求める裁判を起こしました。一審の東京家庭裁判所は2月、現行法制度と整合しないと訴えを退けました。19日の控訴審で東京高裁は、長女の出生時、女性はまだ法律上の男性だったとして一審判決を破棄し、法的に女性が長女の父親と認める判決を言い渡しました。一方で、次女については、生まれた時に女性の法律上の性別が変わっていたとして退けました。次女が認められなかったっていうのは、ちょっと残念にと思いますし、やはりこれは継続でですね、最高裁の方に訴えていかなければいけない。女性らは上告する方針ということです。